近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。彼女との結婚嫌なのか。私誰でもいいとかじゃないから。ヴィンセントさん、ピアノミアどうでしたか。拷問刑場、裏切り者を消す処刑場さ。おや、今日は特別妙な気配を感じるね。何かが変わろうとしている。いよいよ死の登山の本番が始まる。罠の石は乗ると仕掛けが発動する。くそ、まただ。どこまで続いてんだ。毎晩じゃねえか。よし、ゲット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 。よし、よし、ゲット。よし、なった。絶対逃げ切ってやる。崩れるのが遅くなった。今のうちだ。多様な力に助けられたね。ここに？あ、ヴィンセントさん。よくわからないんですけど、気づいたらここにいて、ピアノがあったから弾いてたんです。ヴィンセントさんこそパンツ一枚でどうしたんですか？え？ちょ、見んなよ。で、俺が羊に見えてねえのか？羊？何のことですか？そういや、リンはリンのままだな。どうなってんだ？そんなことより、ここすっげえヤバい場所なんだ。早く逃げないと死んじまうぞ。死ぬ？そっか、だからみんなこんなに怯えてたんだ。だったら、いや、だから演奏してる場合じゃ。こんな場所でもピアノ弾いてると心が落ち着いたんです。その時の気持ちをみんなにも分けられたらって。そうや、さっきピアノが聞こえたら足場が崩れるのが急に遅くなったんだよな。もしかしてあれ、リンのピアノのおかげだったのか。リン、
それは正直予想外だ。まさか思わぬ訪問者まで迷い込んでくるとはね。こんなの、この聖堂ができて以来初めてのことじゃないか。どうなってんだよ。おい、凛のこと何か知ってんだろ。この世界に変化が生まれたとだけ答えておこうか。あんたのせいで思いもよらないことがいろいろと起き始めてるみたいだ。まあいい、こっちはこっちで質問を続けさせてもらうよ。第3問です。恋焦がれている人の結婚発表を知ったらどう思いますか？あんたそっちを選ぶんだ。面白いね。ちなみにこの夢の中での記憶は現実へは持ち帰らせない。目が覚めたら忘れちまうってことか。現実世界でおかしな真似をされちゃゲームを続ける上でいろいろと面倒だからね。それがここのルールだ。例外はない。石にはそれぞれの性質がある。無事に死の登山を終えるため石を見分けて進んでいこう。クソ、またあのエグい罠がありやがる。 Commencing area 2. Are you ready? あやあ、よし、やった。無事はいい。よし、ゲット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 。やめろ。よし、よし、ゲット。よし、ゲット。よし、よし、ゲット。話してないで、もっと弾いてくれよ。下手でもいい、絶対に死にたくないんだ。あれ聞くと心が落ち着くんだよ。ちょ、今俺が凛と話しよう。うるせえ。生きるか死ぬかって時に独り占めさせてたまるかよ。さっきはピアノのおかげでギリギリ助かったんだ。だから、あの、心配しなくても大丈夫ですよ。ピアノならいつでも弾きますから。すみません、ヴィンセントさん、落ち着いてお話できなくて。いや、こんな状況じゃ仕方ねえよ。でも嬉しいです。何も恩返しできないと思ってたから。この気持ちが少しでもヴィンセントさんの力になれますように。力になれるって嬉しいことなんですね。もっと支えになれるよう一生懸命練習しておきます。そうやり、今度はいきなり消えないんだな。本当だ、まだ弾いてる途中だからかな。さっき指に気持ちが乗った時、少しだけ思い出したんです。前にもこうやって家族が
ことを褒めてくれたような。本当か？ちゃんと全部思い出せるといいな。あそこのリーゼントとメガネの羊、登り方を話してるよな。ああ、聞いてみたらどうだ。うん、なんかやる気ねえな。面倒なんだよね、生きるも死ぬもダセーじゃん。本部長みたいな鬱陶しいやつがいないといいな。聞いたか、真の自由の話。頂上にたどり着けば悪夢から解放されて真の自由が手に入ると。真の自由ってなんだ。僕でも自由になれるのか。あんな生活から逃れることができるのか。ともかくそれには上に行かないぞ。立てるか。よしてくれ。僕は君だって蹴落とすかもしれんぞ。ピアノの力、なかなか興味深いね。でもあの子、いつまであんたたちを助けてくれるかな。どういう意味だよ。あんたの道だ。せいぜい頑張りなよ。可能性への第4問です。大事な人にはどんな秘密でも打ち明けてほしいですか。選んだのはそっちか。本心だと受け取っておくよ。真実を知りたければ生き残ればいい。生きて頂上へたどり着いた羊も過去に全くいなかったわけじゃないからね。本当か。ここからずっと上、遥か第八階層にはカテドラルがあってね、その聖なる頂の先へと進む者には真の自由への道が開かれると言われている。そこに進めるかどうかはあんた次第だけどね。ほら、今夜もあんたの命を狙う者の声が聞こえるよ。またか。ついに今夜の最終エリアだ。敵の攻撃に翻弄されないように地形をうまく利用しよう。何なんだよ、今度は一体。ちょっとマジ勘弁してくれよ。くそ。Immobius has appeared. It's the killer. Do not die. よし、ゲット、よし、ゲット。誰や。下を見てみろ。どアンドゥー。よし、ゲット、よし、ゲット。アンドゥー。よし、ゲット。
ぞ。扉を開けりゃどうってことだな。人手不足で手伝っただけだから。じゃあ俺のことを個人的に応援に来ない？彼女いるでしょ。昨日は大学生に誘われたってよ。大変だな。着替えるからごめん。ランチ今日も持ってきたから。おーやった、よっしゃ。ありゃ俺に惚れてるね。ないことはないだろう。可能性は無限大だって。あんなに憧れていたのに、人は変わってしまうものだね。ただ裏を返せば今も変わるチャンスはあるってことだ。あんたがこの先どんな道をたどるか僕も楽しみになってきたよ。キャサリン？ん？キャサリンって…なんでいいんだ？昨日は一人で帰ってきたはず。うわぁ…まずいって…いや、俺…今…なんつった？キャサリン…ごめん…てか…いいよ…でもちょっと照れるかも…照れる？私のこと名前で呼んでくれるの初めてでしょ。名前？キャサリン？なーに、ヴィンセント。いや、なんでもない。てかマジかよ。ねえ、もしかして怒ってる？いきなり押しかけちゃったし。え？押しかけた？怒ってるっつか、驚いて。ヴィンセント、私に会いたいかなって。え、そのなんて嘘。私が我慢できなかったから来ちゃったの。昨日はすごかったね。私あんなことするの、その初めてだったから。つうか俺なんかしたっけ。言わせんの、エッチなんだから。待って、タイム10秒だけね。あのさ、君はなんで俺に。気に入ったから。ねえ、ヴィンセントは私のことどう思ってんの。いや、可愛いと思うよ。ありがとう。あとは？あと？可愛いだけ？いや、なんていうか、羨ましいっつうか、自分の好きなように生きてますって感じが。何それ？別に普通のことじゃん。ねえ、ヴィンセントも好きなようにしていいんだよ。その代わり浮気とかしたら許さないからね。浮気？俺君に言わなきゃいけないことが。つか、やべえ。あのさ、
似合うと思ってんのこれ。ふざけてないでちゃんと聞いてよね。大事な話なんだから。ごめん、かなり遅れてんの今月。え？できたかも。なんで黙んの？え？ああ、ごめん。で、どうなの？何動揺してんだ俺。ここはちゃんと責任取らなきゃだろう。そのちょっとはっきり言ってよ。もちろん嬉しいけど。けど嬉しいよ。そっか、嬉しいんだならよかった。正直ちょっと不安だったんだよね。あんたって何考えてるかたまに分かんないから。そんなことねえって。そりゃびっくりはしたけどさ。でもまだ分かんないっつうか確定じゃないんでしょ。ん？まあね。ん？いいわよ出ても。え、あ、うん、もしもし。あ、もしもし、私。あー、どうもお世話になってます。何それ。ねえ、近くまで来てんだけどこれから会わない？その件につきましてはちょっと難しいというか。無理ってこと？今どこよ。なんで番号知ってんだ。すぐに切らねえとあれは閉まれちまうよ。あれ？もしもし、もしもし。ちょっとどういうこと？え？いや、仕事の電話。バグがどうこう言ってたけど切れちゃった。で、会社電波入りにくいんだよね。まあ大した問題じゃなさそうだから。そうじゃなくて携帯何勝手に変えてんの？え？ああ、これ先週欲しいのがやっと出たから。前のだって書いてからそんなに経ってないでしょ。あれだってまだまだ使えたのに。それにあんたこの前パソコンも変えたでしょ。ほんと無駄遣いばっかして。あ、うん、これからはそういうの気をつけてもらわないとさ。言ってる意味わかるよね。あ、ごめん。まあ仕事を頑張ってんならいいんだけどさ、私は育休とか取んなきゃいけないかもだし。そうか、そうだよね。ああ、でも子供産んでも仕事は続ける気でいるから。家事は分担になるからちゃんとできるようにしといてよ。服脱ぎっぱなしとかも今後は厳しいかな。ああ、うん。それから空気に張り付いてんじゃん。やだ、これ昔の人前でなし。どっから入ってくんだよ。貯金もしっかりしなきゃダメだと思うの。夜の飲みとかも控えてよね、安くないんだから。あと銀行口座は全部私が管理するし。この声まさか。ちょっと聞いてんの？聞いてるって。あ、俺お腹痛いからトイレ行ってくんね。ねえ、ちょっとあんたさっきから変じゃない？え？いや全然変じゃねえって。本当別に喫煙席でもいいか。なあ、ここって喫煙席？え？うん。あ、そうだった。もうタバコはやめてね。お腹の子に悪いから。それよりトイレ。親に空いてる人か聞いとくから。
たく死ぬかと思ったぜ。ん？リン、いるか？鍵、開きっぱなしだぞ。大丈夫か？こんなとこで寝てるから。ちょっと疲れてそのまま寝ちゃったみたいで。そういえば昨夜のヴィンセントさんすごかったですね。昨夜？昨日の？声聞こえてた？違うよ。いつもはそんなことないっていうか、いやそもそも記憶ないし。ですか？いやなんつうか最近物忘れが激しくってさ。にしてもリン、この部屋どうしたんだ？何か変ですか？いやなんつうか独特？あれとかどうしたんだ？あれですか、夜になるとピカピカして綺麗なんですよ。そっちのは鼻歌歌うと動くんですよ。落ち込んだ時とかずっと見てるんです。でも落ち込んだならピアノ弾けばいいんじゃないのか？これはピアノ弾く元気がない時用です。見てるだけで元気をもらえる自慢のコレクションなんですよ。そういや俺も昔シリアルのおまけだった羊忍者消しゴム集めてたっけ。ガラクタみたいなもんでも誰かにとって意味がありゃそれでいいんだよな。俺のコレクションはゴミだって親に捨てられちまったけど。そうだったんですか。大事かどうかを決めるのは自分だと思うんだけどな。じゃあ代わりにあのてっぺんが光るのあげますね。いや気持ちだけもらっとくよ。そうですか、元気を分けてあげたかったのに。リンって変わってんな。なんか独特だけど純粋で気が抜けるっていうか、今まで会ったことのないタイプの人だな。ヴィンセントさんはこれまでどんな人に会ってきたんですか？そうだな、男としてもっと現実見ろとか大人になれとか、やたらこうしろああしろって価値観を押し付けてくる人が多かったな。その方が変わってますよ。ヴィンセントさんのことを勝手に決めるなんて誰にもできないのに。確かにな。あ、そうだ、これやるよ。エリカからも連絡できないと困るって言われてたろ。俺が使ってた古い携帯、使い方わかるか？貸してみ。これをこうやってな、ここをこうして、よし、登録できたか？俺んところにメール送ってみろよ。お、届いた。ん？ケアサリン。スペルとかはよくわかんないんですけど、この名前だけは覚えてたんです。ってことは、俺が聞いたのはリンってとこだけだったのか？君もキャサリンなのか？何かおかしいですか？いや、リンの方が呼びやすいからな。これからもそう呼ばせてもらうぜ。はい。喫茶店ってあそこだろ？すげえニアミス。信じらんねえな。普通見つかるぞ。つーか、彼女妊娠したんすか？そうなると終わっちまったな。終わってねえよ。っていうかまだ決まったわけじゃないから。で彼女に何て言ったんだよ？本当に俺の子なのとか
ちゃんと嬉しいって言ったよ。どう見ても嬉しくなさそうだな、これは。なんつうか、俺には荷が重いっていうか。いよいよ結婚確定か、おめでとうさん。これからは毎朝毎晩神さんの機嫌取る日々の始まりだぜ。深夜は外出禁止、酒もタバコもギャンブルもダメ。週末は休みの日じゃなくて子供の面倒を見る日だな。うわぁ、なんか聞いてるだけでしんどいっすね。こら、あんたたち、そういうこと言わないの。エリカさん、よかったじゃん、ねえ。明るい家庭を築いていけるってとっても幸せな話じゃない。明るい家庭ね。今まで縁がなかったっていうか、イメージできねえな。ま、お前んとこだけじゃねえよ。なあ、関係ないだろ、昔の家のことなんてさ。ところでヴィンセント、前話してたおかしな夢ってどんな夢なんだ。今夜くらいは聞いてやるよ。おかしな夢？急になんだよ。つってもよく覚えてないんだ。なんだよ。何かにひたすら追っかけられてさ、とにかく怖えんだ。うん、ありがちだな。疲れる夢ってあるわよね。寝た感じがしないっていうかさ。あれ店長いたの？皆さんご存知でしょうか。寝る前に羊が1匹、羊が2匹って数えますが、なんで羊なのかって。あー、はいはい、シープとスリープでしょ。すいません。あー、店長、ラムコーク追加ね。そんな冷たくすんなって。俺たちもいずれおっさんになんだからさ。なんないわよ。浮気なんてしてるから変な夢とか見て混乱すんのよ。いや、分かってんだけどさ。だいたい彼女妊娠してるかもしれないんでしょ。なこと言われなくても分かってんの。浮気はオスの差がですもんね。はい、お待ちどうさんは。黙っておいてけよ。これからどうなるかだな。ま、今のうちに楽しんどけよ。さあ、今日もフェザーコールが場内を包みます。エテルギウスは早くも首切りポーズだ。あの二人昔付き合ってたんだってよ。フェザーとベテルギウス？え、そんな。今時同性のカップルなんて珍しくもないでしょ。そういうことじゃないっすよ。女の子同士でくっついたら俺の恋愛対象が二人も減っちゃうじゃないですか。お前付き合う気だったのかよ。可能性の話っす。ねえ、リン、同性の恋人ってあり？わざわざ呼びつけてまで聞くことかよ。恋愛する相手の性別ってそんなに大事なんですか？好きって気持ちさえあれば相手が何であっても気にならないと思いますけど。じゃあ人じゃなくてもいいってことか。はい。リンちゃんの答えはいろいろ超えちゃった感じだな。なんか斬新、さすがね。ね、トビー。つーか、俺は女の子が好きなんです。ヴィンセントさんもそうっすよね。あ、まあそりゃそうだ。恋人も女だしな、しかも二人。うるせえよ。ったく、あんたたちって。バーには時間が流れていて、座って人と話した時だけ少しずつ経過する。店内の顔ぶれや話す内容が徐々に変わるので、夜の時間に身を任せ会話を楽しんでみよう。中には悩みを持ったお客さんもいる。気分次第で励ましてあげよう。なお、玄関のドアからいつでも自宅へ帰ることができるぞ。 You got a mail。 ま、誰がどんな恋愛しようが自由っちゃ自由だが、お前はチェックメイトってわけか。長く付き合ってきたし潮時じゃね。いや、子供とかめでたいっすね。お祝いに今日もパーッと行きましょう。まだ決まってねえって。カモって言ってたし。カモにしたって
よっぽど確定してなきゃ言わねえよ。男として責任取んだろ。分かってるよ。つうか何を悩んでんすか。俺なんか早く結婚したいのに。なんならうちの親に会って結婚した頃の話とか聞いてみます。てめえは帰っていちご牛乳でも飲んで寝ろ。ああまたそういうこと言う。でもまあ牛乳は何入れてもうまいか。よし撤回するぞトビ君。俺だってちゃんと大人の男なんすよ。 You got a mail。 うん、出会わないか。恋なんてそんなもんだろうな。お前らだって同窓会で再会してなきゃ付き合ってなかったんだろ。人生ってタイミングだよな。人生設計とかするだけ無駄だろ。若い頃思い描いてた未来とは全然違うしさ。そうだよな。ああ自分じゃどうしようもないことばっかりだ。あれ説教じじいが失いのか。俺だって人生に迷える子羊だよ。それこそヴィンセントだろう。浮気2回目って完全迷子だな。そもそも浮気とか似合わねえんだよ。俺だって信じらんねえよ。それでもお前は俺なんかより全然いいやつだよ。ジョニー、いいやつっていうかほっとけない感じだよなお前って。ダメなとこ丸出しだからか。丸出しじゃねえよ。ちょい出しならいいのかよ。あれ電話か。もしもし。わ、その声。うわって何よ。あ、そうだ、昼間町のカフェにいなかった。ヴィンセントん家から結構近いとこのさ。いないいない、いるわけない、人違いでしょ。本当？なんかヴィンセントに似た感じの後ろ姿見たような気がしたんだよね。え？いや知らないって。あったっけ？うちの近くにカフェなんて。カフェくらいどこにでもあんでしょうが。うわコフェだし。また後でね。後ってちょ、なんなんだよ。家族を養うとか大丈夫なわけないよな。なあ、自分のこと忘れちまって不安だったりしないのか。そういう時もあるかな。でもこうやってピアノを弾いてると気持ちが楽になるんです。そっか、ならいいんだ。実は俺もさ、最近すげえ大事なことを忘れてる気がするんだよ。思い出さなくてもいいことってあるのかもしれませんね。もしかしたら自分も。リン、皆さん好きな相手の性別って気にするんですね。好きになれば何も気にならないか。リンって心広いんだな。愛の可能性は無限大ですよ。リンと話してるといくらでも世界が広がりそうだ。壁なんて自分で勝手に作ってるだけなのかもな。
最近店の料理の質が上がったと思わない？たまにまずいやつ出てくるの、お前作ってるだろ。ダメな自覚はあるからいいので。ね、少し前にいいお店を見つけたのよ。ちょっと個性的だけど腕は抜群の料理人がいて、せっかくだからそのお店から一部仕入れるようにしたの。食べたい時に温めるだけで OK。 前までは店長が作ってたんだけど、よく腰やっちゃうから。へえ、今度は気にして食ってみるよ。魔女の話聞きたいの？怪死事件を引き起こしてる犯人って噂だしね。聞いてねえよ。魔女って死なないらしいわよ。へえ、そりゃいいな。年を取らないんだって。いや、もう羨ましいわ実際。うん、年取るといろいろヤバそうだもんな。ヤバそう？え？あ、足腰弱ったりさ。この町のどこかに魔女が暮らしている。うん、なんかこうムラッとくる話よね。どの辺が？あんたって男はダメね。ロマンチックが止まっててさ。そのディーラーが死んだっていうのさ、例の怪死事件でね。それであなたも怯えているのね。いや、一日お疲れ様でした。この癒されバーでくつろいでくださいよ。その後彼女さんとはいかがです？お話ついつい耳にね。いかがって、特に何もねえよ今んとこだけどな。婚姻とは蹴出し愛を拷問して我に従わせしめんとする卑怯なる手段のみ。確か誰かの言葉です。まあ夫婦仲が長続きする秘訣はズバリ一緒の時間をなるべく少なくすることですな。はは。 You got a mail。私が夫婦仲の秘訣ときたもんだ。いや、よく考えたら笑い話ですな。忘れてください。電話？キャサリン。もしもし、私。あ、うん。昼間のこと、やっぱりショック。 そんなことないって。ごめんな、なんつうか気の利いたこと言えなくて。そうね、ほんとそう。けど私もさ、きつい言い方しちゃったかなって。自分で気になって電話してちゃ世話ないわね。気にしてないって。うん、それだけ。じゃあね。失礼する。なあマスターはさ、酒で記憶なくした経験ある？おや、しでかしてしまったと。まあそう、私も若い頃ありましたと思う。特に味噌人またいだあたりはね、20代で平気だった量で急に落ちたりしちゃうからね。で気づくと見知らぬ人が横で寝てたり。ああやっぱある。見知らぬ人の家にいたり。それはねえよ。マッパで警察署の中で目が覚めたり。ね、ねえよ。女性の羅針は神の作品である。誰かの言葉ですな。神の作品も前にしちゃ記憶も何もそりゃ飛びますよ。ま、気にせんことです。そうだな。
You got a mail. ヒナから育っていく姿を見るのもまた一興。これで店を続けるモチベーションも保てるってもんです。普段どんだけエリカに虐げられてんだよ。 You got a mail. から育っていく姿を見るのもまた一興。これで店を続けるモチベーションも保てるってもんです。普段どんだけエリカに虐げられてんだよ。